どうもお疲れ様です。ナミさん、なんか何かを行動するときって確かにね、人の目が気になるんですよね。これはね、私もねあるんですよ。だからこそ人の目が気になって萎縮しそうなものに取り組むことが挑戦だと思ってるんですよ。まあ例えばね、50歳を過ぎてキックボクシングを始めました。それは周りの反応気になりますよ。おじいちゃんやめとけよみたいな書き込みを YouTube にされましたけどもね。でもやっぱり気になるってことは、やっぱり通常起こさない活動をしているってことなんだろうなと思うんですよ。みんながやってることだったら気になりませんからね。だから気になれば気になるほど、あ、独特なことをやってるんだなと、みんなが選ばない選択肢を自分は選んでるんだなっていうふうに考えることにしてるかなってところです。それからですね、この周りの目が気になる、まあ、そういった国民性ってのは何も日本人だけじゃなくてね、アメリカの方も同じような感じなんだと聞きましたね。いや、なんか周りの目気にせずにやってるような気がしますけども、結構周りの目が気になってるみたいです。というのがね、アメリカってのはね、食べ物とか飲み物にものすごくね、砂糖を使う文化なんですよ。だから日本人では考えられないぐらい、もうモンスターみたいにブクブクに太っちゃうんですよね。でも周りの目が気になるからみんなしてダイエットするんですよ。みんなしてダイエットに行くためにジムに通うんですけども、ジムでもね、やっぱダイエットコースってみんなデブデブのおデブちゃんばっかりが集まってやってるんで、結局みんなの目が気にならなくなって痩せなくなっちゃうらしいんですよ。要するにみんな太ってるから気にならなくなるんですよね。つまり他の人がみんなマッチョになってると気になるんで自分もやるんですけども、みんなの体型が自分と同じようにデブデブなんで、あんまり気にならなくなって、その体型を変えなくなっちゃうみたいなね。で、結局通ってることに対してそのうち痩せるやって安心感が出てるみたいなんで、ダイエット市場はね、とどまることを知らないらしいです。まあなんともおかしな構図ですよね。はい、そして今回 FX オリガルヒの話をちょっとさせていただきますけども、今回夏季講習なんで希望者だけが申し込む形になってます。で、FX オリガルヒの方は申し込んでも費用はかかりませんというご案内でした。ちょっと分かりにくくてすいません。で、速稼塾の塾生さんなんだけども FX オリガルヒに入られてない方は今回 19,800円という費用をいただいて、申し込んだ方に URL をお届けするという形にしました。そして速稼塾にも入ってない、当然 FX オリガルヒにも参加してないっていう一般の YouTube 視聴者さんは、90分の講義 FX オリガルヒ夏季講習ですけども 39,800円ということになってます。でもこの 39,800円でもお支払い下すってね、参加された方がいるわけなんですよ。もうこういった方ってのはかなりのね、意欲の強い方なんで、やっぱ90分に 39,800円ってなかなか払いませんからね。まあ、ですので FX オリガルヒの内容に感動して、そのままオリガルヒに入会を検討されているということになります。もちろんね、今回夏季講習を受講されて、そしてオリガルヒに参加するっていう決断をされた方は、その受講料は差し引いてのご案内ということなんで、498,000円から39,800円引いてのご案内ってことにはしようと思いますけどもね。その他当然ですけども特典もつけてご案内するつもりでございます、というかしております。で、速稼塾にご参加の方も同じような形で特典をつけながらのご案内をしていますけども、すでに7月の枠は埋まりましたんで、今ね8月の枠の先行のご案内をしているところでございます。だいたい月にね2人ぐらいがマックスなんですよ。これやっぱりサービスとかフォローアップの質を落としたくないんでね、はい、ということなんで FX 売り上げ、これからもね少しずつ大きくなっていくんではなかろうかと思います。じゃあ今日は以上のような形でございます。オリガルヒの夏季講習の件につきましてね、ナミさんの方にも混乱をさせてしまったかもしれません。申し訳ありませんでした。それでは今後もよろしくお願いします。